第6試合 WOO イースト株式会社プレゼンツグラチャンライト級5分2ラウンド上田豊 VS 藤村健吾。さあそして先ほどまで解説してくださいました鈴木選手がいますね。今度についてますね、はい、激励賞が届いています。伊丹翔様より。さあでもどうなんでしょうね、やっぱ練習をやってた相手とこういうケージの中で戦うっていうのはどうなんですかね、はい、そこまであの長い間本当にアウトってわけではなかったみたいなので、なるほど、はい、そこまで干渉になんかその干渉的になるようなことではないと思うんですけど、じゃあほんのひとときみたいな感じなんですかね、はい、おーっと蹴っていった藤村。さあ今ですね、はい、岩崎代表がゲスト解説ということで、はい、鈴木選手の代わりに1試合だけねこちらの方に来ていただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫でしょうか、はい、先ほどお話聞いて喉は大丈夫なんですか、喉のちょっと心配になってしまうんですが、喉は喉じゃないまた来られましたね、はい、しかしこの試合はい、はいなんかの岩崎代表にも連続参戦を希望したという熱望したという上田選手。あそうですね、今すごいやる気。おっとただね、はい、あの僕坂本雄平選手もそうなんです、山本隆もそうなんだけどね、はい、試すんです。試す、あの若手の実力がどこまでかっていうのを試すんです、はいはい、藤村君にとっては僕の試しなんです。あ今回のこの試合がですね、そうですそうです、今までそんなに外れたことないんですけど、はい、ちょっと今の中では若手では一番期待できる選手かなっていうのが藤村選手、そうです。でそこも実力的にも上田選手してましたんで、はい、まあ、そこ相手が強いと了承しながらした上で受けてくれたっていう、なるほど、まあ、上田選手のリスクしかないと、うん、いやそうですよね、今回あのプロとしては3戦目なんですよね。そうです、ディープさんで、経験して、まあ、うちに前回あの師匠、師匠と、はい、あの元々師匠の和地健司監督たちから預けたいって熱望がありまして、はい、っていうところから、はい、おーっと上から押していきますね藤村選手。ちょっと受けたくないですね、これ以上ね、上田選手。しかし動かないとちょっと止められてもおかしい。そうですね、どうしても負けました、バスクいきましたね。藤村選手はあの度胸があるというか、いや今、ね、ここのこの時間の間結構あの何の気負いもなく思いっきり攻めてっていう感じですよね、はい、流れに持ってってって感じですね。そうですね、ただやはり時間が経てば上田選手のペースというのも十分考えられますよね。そうですね、やはり経験の差っていうのはかなりでかいと思います、ね、ここまで上田選手は、19試合ですかね、11勝7敗1分けという、数年間ね空白の時があったんですよね、あの1回引退してるんで。そうですね、2014、15、16ぐらいですかね、はい、さあ今今度は先ほどのお返しとばかりに上田選手が藤村選手に落としてますね、パンチを後ろから。上田君は過去の試合を振り返っても、はい、やっぱりギリギリ攻め、もうかなり攻められても自分の形に持っていくっていうつもりはあるんですよね、はい、そこで一本取ったりするタイプ。藤村選手に対して岩崎代表はあの試合前何もない、この試合勝っても勝ったらプラスになるし、で負けてもそれは勉強になるってことをおっしゃってました。そうですね、もう藤村選手にとってはマイナ何一つあのマイナス要素がない試合かと思いますよ、はい、実際のところやっぱ練習していると1回、うん、まあ、若いうちに負けっていう経験した方が比較する選手も多かったりするんで、はい、彼にとってはこの試合はとても大切な試合なのかなと思います。
と今腕を抜きたいところですね、上田選手。そうですね、ちょっと藤村選手としてはこれを受けたくない。でも足をね、決められちゃってるんですよ、はい、なるほど、そうですね。だからなかなかそのポジション、このポジションから抜け出せなくなってるんですよね。こういった意味でも勉強かもしれませんよね、先ほどおっしゃってた。さあ、なかなかやはりちょっと後ろから嫌がってますね。さあ、残り時間10秒、取れないんでしょうね。あ、どうでしょう。がっちり絡みついてましたもんね。さあ、ここで1ラウンド終了です。まあ、予想通りの展開の試合ですね。なるほど。グラップリングの、あの MA プライズさんで昨日、藤村選手のインタビューだったんですけど、はいはいはい、回転系っていうこれね、それを見読んでめちゃくちゃ楽しみしてたんですよ。はい、野中 UWF、はい、前田明好きだっていうね、そんな言葉を19歳 の、 もそう、ね、あの人から俺聞くと思わなかったんで。そうですね、この19歳の口から前田明って出るんですね、まだね。まあ、お父さんがなんか好きなんですよね。が受けたらしい、はい、桜庭選手が一番強いって書いてましたね。さあ、どうでしょう、1ラウンド振り返ってみて、ここは五分五分ドローですかね、岩崎代表の中では。最初の圧強かったですね、まあ、確かにそうですね。ただしっかりポジションも上田君は後半取ったっていう。あ、これ注意がありましたね、後頭部。ラウンド2、ファイナル。さあ、2ラウンド目スタートしました。おっと、行きますね。躊躇なく行きますよね、藤村選手。そうなんですよ、思いっきりいいんですよ。ああ、しかしここは上田選手が行きました。やはり実戦経験が多いのか、時間がこう経てば経つほど冷静になってきて、上田選手の強さが、そうですね、はい、際立つと言いますか。ああ、やはり足しっかり飛ばせる。先ほどもあの後ろに入った時に足を固めたままでしたからね。あれが全然ほどけなかったんですよね。あ、これですね。あ、ここですよね。同じような体勢になれるんですよ。藤村選手の左足をもう固定してますもんね、この時点で。で、動けない状態にして、ここからどんな攻撃に移るんでしょうか。島野選手はあれですか、そのやっぱり藤村選手のバックに UWF というのがあるので、どうしても藤村選手を。いや、そうなんですよね。なんか、単純に今の10代の選手とかで、はい、そういう言葉を聞けただけでもちょっと俺テンション上がっちゃいました。なんかもうそういう選手いないと思ってたんで。確かにいないですね、はい、なかなかもう出ないですよね。昔はそういうので、例えば格闘技とか志した方が多かったと思うんですけど、最近その前田キラを口にする19歳、うん、あ、これはちょっとバックマント、アマウント入りましたね。前田選手、前ですね、前田選手。そして今度は後ろ、あ、肩固め、ここはちょっと肩固め、どうしたんでしょう。ちょっとあれですね、藤村選手やっぱ疲れが見えてきましたね、完全に。あ、肩固め、肩固めですかね。上田選手やはりここは経験の差なんでしょうか。あ、じわりじわりときますね。これ返せない。まあちょっとそうですね、足も決めてるんですよね。ちょっとポジション返せないんですかね。そうです。いや、ここがやはり中の画面を通して藤村選手のこう息づくがだんだん激しくなってくるというか。いや、やっぱでも藤村選手も3分経過、その回転体を見せたいとかっていうのがあって、はい、やっぱ桜庭選手とかのああいう試合
見せる試合の難しさっていうのを今感じてるかもしれないですね。あれだけやっぱ本当に面白いって言わせる試合をするのって相当大変だと思うんですよね。そうですね、戦うだけじゃないですか。上田選手はこのポジションをキープする限り、はい、吉村選手は返すこともできないし、そうなんですよね。もしかしたらその回転隊のインタビューを見てるのかもしれませんよ、ね、なるほど、回転させないぞ、させないぞ、いや、もう勝ちに徹してるんじゃないですか。でもこれも全て学びにつながると思うんで、すごい勉強中なんじゃないでしょうかね、試合試合は。そういう意味ではやはりあの岩崎代表が課したハードルですよね、これはね。まあ、今のうち経験は絶対必要だし、上田君が受けてくれたことが本当に財産でしょうね。さあ残り時間1分切っています。ここまで見てあれですね、やはり藤村選手の最初の1ラウンドの最初ですよね、うん、それ以後はあの上田選手がコントロールしているように、そうですね、なかなか藤村選手自分のいいところを出すことができてないですよね、2ラウンドに入ってから特に。さあ残り残り時間30秒です。やはり上田選手がもう解けないか、解けないでしょうかね。藤村選手の左足ですよね、うん、完全にこのポジション決まされます。あー取れないか、うん、10秒。さあ残り時間10秒切りました。さあ上のここからパンチを落としていく。ここでゴングです。うわ、いや、最後の10秒でまた違うものを教えられた感じですね。知り合い同士の2人ですけどね、はい、19歳にはやっぱ体もしっかり、うんうん、まあ、強いですよね。これからじゃないですかね。そうですよね、楽しみですね。藤村選手は3戦目ですもんね。まあ3戦目なんですよね、はい、で藤村選手はフリーなんですか、所属はまだフリーという形で。もともといたチーム辞めてっていうところで移籍せずに一応今フリーっていう形にやってますけど、チームのチームとしてはあの一緒に動いてる人たちがいっぱいいるので、チームである程度所属はフリーっていう。勝者赤コーナー上田雄選手。さあ 3-0 判定、3対0で上田雄選手が勝ちました。やっぱり本当 MMA で、はい、すごいこう若手がバッてきた時に本当にベテランに跳ね返されるっていうのがまあ本当多いんですよね。なかなかそこの壁やっぱ覚えることが多い分、はい、簡単には崩せないんですよね。勢いとかだけじゃ無理な部分があるんですよね。そういう意味ではこの一戦がね、うん、後々藤村選手の中では大きなターニングポイントになったかもしれませんからね。まあ、これからね、はい、期待できる選手ですね、はいはい、本当に。さあ第6試合、上田豊選手対藤村健吾選手の戦いは判定3対0、判定3対0で上田豊選手が勝ちました。勝利しました。岩崎代表ありがとうございました。ありがとうございます。